よし、じゃあ今から久しぶりに泳ぎに行こっかな。待てよ、この辺プールあったっけ。第5位はプールに行く必要があるですね。これちょっとね、水泳デメリットですね。なぜかというとね、プールってまあどこにでもあるわけじゃないんですよね。まあ例えばサッカーなんかあれやったら、まあ、サッカーボール1個あればどこでも、正直広いところがあればどこでもできるんですけど、まあ水泳はそういうわけにはいかなくて、まあ、とりあえずプール、泳げるところ、海でもいいんですけど、探す必要があります。で、海とか川とか、夏やったらそういう自然の場所でできますけども、まあ寒い時はちゃんとした施設、しっかりとした施設を探す必要があるんで、それはね、もう手軽にできないんですよね、結構ね。夏場は結構ね、田舎とかであればどこでも泳げますけども、まあ都会であればね、普通に泳げるような川や、海がなかなかないもんですから、まあ水泳ってね、そういったところが、まあ、手軽に、まあみんなで手軽にできるようなスポーツではないっていうところがありますよね。これはまあ水泳のまあ嫌なところと言いますか、まあ良くないところですね。うわー、毎日プール入ってるから髪の毛傷んでるわー。第4位は髪の毛が傷むですね。はい、やっぱこれね、プールの中に入る必要がありますので、それによって、まあ、起こることがあります。まあ、普通に髪の毛はダメージあるよね。水泳やってて、髪の毛サラサラですっていう人は見たことないですね。基本的にみんなもう、ダメージ。塩素が入っているプールに入りますんで、毎日1時間、2時間入ってると、まあ、普通に髪の毛痛みますわな。うん。で、まあ、お肌も結構乾燥しやすくなったりします。まあ、水の中に入ったり出たりするんで、まあ乾燥しやすくなったりですね。まああとには何かな、プール入ってることで、まあ大体の水泳選手ならへんけど、もう手がふやけてくるとかもありますし、まあプールに入る必要があるってことで、様々な結構なデメリットがあるんですよね。髪の毛の問題に関しては、今はね、塩素の質が良くなってきてるらしいんですけども、特にもっと一昔前、僕が中学生ぐらいの時なんかは、もうプールの塩素がね、強すぎて、髪の毛がもう茶髪になっちゃって、それぐらいダメージ受けてる選手がいましたので、まあ、このプールに入る必要があるっていうのは、人によってはデメリットかもしれませんね。髪の毛は確かにね、痛みますからね。ああ、練習終わった。眠った。第3位は、眠くなるですね。まあめちゃくちゃいい運動ができてるっていう証拠にはなるんですけども、まあプールに入って、ちょっとでも正直プールに入って運動を軽くするだけでも眠いです。なんでなんですかね。他のスポーツよりも眠くなる確率高いですよね。例えば体育の授業でドッジボールとか、まあ、サッカーとかした後よりも、水泳の授業終わった後の授業の方が眠いですよね。これはね、謎が深まるばかりですけども、まあおそらく全身運動なんで、思った以上に体力を消費してるっていうのがやっぱでかいと思うんですよね。特にね、やっぱプールの中に入っていると、水温が低いとね、体温が奪われていくっていうのが結構でかいと思うんですよね。体温をこう生み出す。温度が下がった体の温度で熱を作るっていうのは、結構なカロリーを消費しますので、その辺がやはり関わってくる気がしますね。やっぱこう眠くなるっていうのはね、授業も起きてられへんし、こんだけ僕も水泳なんか二十何年間やってますけども、まだ練習終わりは眠たいもんですから、これは結構ね、しんどいですよね。あー、練習終わった。お腹空いた。第2位はお腹が空くですね。はい。水泳っていうのはね、お腹空きます。はい。確かね、科学的にも水泳が特別お腹が空くスポーツだよっていうのは証明されてまして、他のスポーツよりも、なんと水泳の方がお腹空く率が高いらしいんですよ。まあっていうのも、水泳っていうのは、さっきも言いましたけども、プールの中入ってるんで、まあ、水温によって体の熱が奪われるんですよね。それによって体の熱が下がってカロリー消費されて、もうとりあえず熱を作る必要があるって体がなって、水泳終わった後は結構体が冷えることが多いんですよね。そうなってきて、結構ね、熱を作っていくために体が
お腹を空かせるっていう信号を出すらしいんですよ。なので水泳っていうスポーツは他のスポーツに比べて終わった後にめちゃくちゃお腹が空くスポーツです。なんでダイエットに向いてるとかよく言われてますけども、確かにカロリーを消費するっていう点では非常にダイエットに向いてますけども、終わった後に他のスポーツよりもお腹空いていっぱい食べちゃうっていうのがあるので、いっぱい食べるのを我慢できない人は水泳っていうのはあんまりダイエットには向いてないスポーツなんですね。皆さんここら辺は注意しましょう。結構本当に僕も今やってますけど、ずっと水泳お腹空きます、ずっと。水泳って痩せるんや。明日から水泳しようかな。でも俺そもそも泳がれへんねんな。番外編は独学でやるのが難しいですね。これ本当にそうだよね。例えば、まあ、陸上運動、マラソンであったり、まあ、サッカーっていうのはもう見よう見まね出てきますよね。もう、まあ、陸上運動に関してはマラソンやります、今からマラソンしますって言っても、まあ走るだけ、まあ走るってできますから全員ね、走るだけ。サッカーも、まあ、とりあえずなんかようわからんけど、ボールがあってそのボールを蹴って前に進んでいってボール蹴るだけ。まあ簡単に突き詰めると簡単なんですけども、まあ、水泳っていうスポーツはまず全員が泳げへんっていうところから始まってるんで、泳げない人が泳げるようになるっていう、ここの手順が0から1になるっていう手順が1個生まれるんですよね。これが非常に厄介でございまして、まずこのできないことができるっていうことになるプロセスがあるんで、ここができないと一生水泳に取り関わりれないという、はい、これが結構難しい点ですね。水泳ってダイエットにいいや。明日から水泳しようかな。でも水着になるのはずいな。第1位は水着になる必要があるですね。これは非常に問題点。なぜかというと、男子とかは気にせえへん人もいますけど、女子の場合はね、ちょっと水着になるの恥ずかしいよねとか、まあ人によっては水着になれる体型じゃねえよって思ってる人がいると思うんですよね。その場合はそのまずダイエット、じゃあダイエットのために明日から水泳しますってなっても、いやそのダイエットする前やからその水着になれる体じゃねえよっていうところが始まって、じゃあ泳ぎに行けねえよってなって水泳できないっていう人が多いんですよね。うん、僕なんかもう何ヶ月か水泳から離れてた、まあ何年かか 2,3 年水泳から離れてましたけども、その時にまあ久しぶりに水着になってプール行ったら、あれ俺太ったなーって強く実感しました。はい、それぐらいやっぱスポーツとしては水着になるっていうのが大きなデメリットですよね。はい、今回以上でございました。はい、もう今日はあえてね水泳のダメなところを、はい、羅列しましたけども、まあそれ以上にいいところもいっぱいありますので、まあこういったところがね改善できたらより良くなる、みんなが取り組みやすくなるんじゃないかなと思っております。はい、では今回以上です。しゃ、12月10日に中西優子さんの特別スイミングレッスンが尼崎にて行われます。私北山水泳も参加しますので、ぜひともこちらの QR コードから参加お願いします。